シミの初期の3つの兆候を見逃さないでください。色素沈着が進行した場合、治療は非常に難しいです。色素沈着は多くの原因による皮膚問題であり、非常に一般的です。第一に、それは紫外線の影響です。我々が知っているように、紫外線の影響がシミの主要な原因であることがあります。紫外線はメラミンの生成を促進する可能性があり、これが私たちの皮膚にシミを形成する色素であるメラミンです。第2に、それは体内でのホルモンの変化です。それらの段階には、例えば妊娠期間や更年期前の時期などホルモンの変化があり、これがメラミンの生成に寄与し、それによってシミがより多く形成される原因となります。そして最後には、内部および外部からの影響要因があります。内部要因としては、遺伝、睡眠不足、ストレスなどが考えられ、外部要因としては適切でない化粧品の使用などがあります。個々の人によってシミの形成メカニズムは複雑で多様であり、通常さまざまな要因が組み合わさることがあります。それではどのようにしてタイムリーに乾斑を治療できますか。 JK ラブ製品は現代のペプチド技術を使用して、有効成分が迅速に皮膚に浸透し、メラミンの生成を制御します。くすんだ肌を改善します。同時にグルタチオン、ナイアシンアミド、レチノール、アブリチンなどの優れた成分を含む成分リストはトップ専門家によって注意深く研究され、メラミン生成のプロセスを制御し、乾斑やそばかすの斑点を薄くし、コラーゲンの生成を促進し、老化を防ぎます。明るく健康的で滑らかな肌を実現します。この製品を継続して使用するだけで、2ヶ月後には乾斑が徐々に薄くなり、肌が均一に明るくなるのを感じるでしょう。